ちに行ってみようかなと思います。前から気になってたんですけど、これ夜影ですね。これランチかな。かなり無料。日替わりランチがこんな感じですね。ちょっと今日はねディナーなので、まあ、残念ながら。お願いします。だるまカルビと、だるまカルビが一つで、はい、おまかせミックス、おまかせミックス、あとなんかおすすめしてますかね。そうですね、今だったら中落ちが、それで中落ちが、はい、はい、お願いします。
いというか、まあ、とろけるような、ね、感じのお肉ですね。醤油だれはね、あの本当に万人受けするのがちょっと甘だれというかね、さっぱり甘だれですね。いただきます。醤油だれ、うん、濃厚な味噌だれ、うん、このなんか味噌特有のその特性というか、それもなんかいい感じにね、生かされてるような感じです。中落ちカルビ、本当にあの一口サイズ、ここでミックスが来ました。どんどん増えています。あ、いいですね、この感じ。いただきます。醤油だれつけて食べます。あ、うまっ、柔らかっ。味噌だれもなんかコクが、コクとうまみがねあって、僕は結構好きですね。
ただきます。ホルモンとあの味噌合いますね。レバーかな、おいしい。美味しいな。うん、ザ味噌汁。うん、あるぞ。というわけでごちそうさまでした。去年の、ね、7月にオープンしたお店ということ でこの、ね、後ろに精肉店があるんで、まあ、ここからねお肉をもう直送みたいな感じで、来てるそうなん でこのランチがねまたおすすめということで、今回はまあ、ね、夕方、まあ、どんな感じなのかなということでやってきたんですけど、ランチもね本当にあの見た感じかなりお得な感じなのかなと。結構ね忙しいそうで、お昼はなんかワンオペでやってるそうです。ちょっとまたね改めて落ち着いた時に、ね、行ってみようかなと思います。非常に、ね、美味しかったです。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。